皆さんこんにちは。今回私は2024年6月に池袋にオープンしたヨドブルームに行ってきました。ヨドブルームはヨドバシカメラの運営する新業態の体験型リテールメディアストアです。ヨドブルームについては東京散歩シリーズ27でご紹介していますが、今回は人気のヘアケアコースを体験してきたのでご紹介します。ヨドブルームではヘアケア、スキンケア、メイクアップ、美容家電など体験して購入することができます。このような美容関係の商品はお値段も決して安いわけではないので、実際に試せるというのは素晴らしいですね。特にこちらの体験コースでは診断までついていて、自分に合った製品を試せるという点が良いですね。今回は私の娘にこちらのヘアケアコースを体験してもらいました。店内には美容院のような洗髪台が設置されています。そして専門の美容師さんがヘアケアをしてくれるんです。まずは自分にぴったりのシャンプーなどを選ぶために頭皮診断を行います。まずは自分で髪に対する悩みなどを入力します。そしてその後、機械で頭皮の様子を調べていきます。このように数箇所で測定をしていきます。結果は瞬時に iPad に送られて頭皮診断を行います。髪年齢、髪痩せ、うねり度、白髪や抜け毛、頭皮の水分などがわかります。私の娘は髪年齢は若々しいようですが、他の項目は平均よりちょっと悪いという結果でした。そして次は先ほどの診断に基づいて美容師の方がおすすめの商品を紹介してくれます。娘は頭皮が乾燥気味で水分量が足りないため、頭皮を守ろうとして頭皮に皮脂がたくさん分泌されるようです。それに合わせてこのエレクトロンというブランドのシンクロシャンプーとシンクロトリートメントを勧めてくださいました。プロならではの細かく詳しい説明を聞けるのは助かります。いよいよ楽しみにしていたシャンプーです。こちらのヘアケア体験コースは大変人気があって、かなり予約がいっぱいです。予約はこちらのヨドブルームアプリから取ることができます。体験所要時間は約1時間です。コース体験は無料ですが、ヘアケアコースとスキンケアコースは5000円以上の商品購入か、使用商品のレビューの SNS 投稿が必要です。シャンプーは2度洗いがおすすめだそうです。1回目で髪の汚れを大まかに落として、2回目で頭皮までしっかり洗います。最後は泡でパックするようにして髪を整えます。自分で洗うときはなかなかこんなに念入りにはできませんよね。良いシャンプーを使って、かつ丁寧に洗うのが重要なんですね。2回目のシャンプーを流したら今度はトリートメントです。そしてよく髪になじませます。マッサージもしてもらって気持ちよさそうですね。洗い上がりました。どんな洗い上がりになっているか楽しみですね。梨の香りのオイルをつけます。次はリファのドライヤーで髪を乾かします。美容師さんがテキパキと乾かしてくれます。最後はリファのハートブラシでブラッシングします。水分も抑えられますし、あとボリューム感も腰の一本一本の長さが違うので、ボリュームも抑えられます。ツヤも出ます。はい、完成されてください。すごい。サラサラ？全然違う。サラして。おお。軽い。やばいですよね。やばいです。すごいサラサラ。すごい。今回使用したのはエレクトロンのシャンプーとトリートメント。そしてドライヤーはリファの4万円の商品です。店内には今回使用したリファ以外にもヤーマン、シャープ、キヌージョ、ダイソンなど品揃えはとても豊富です。皆さんもぜひいろいろ体験しに行ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねをお願いします。さようなら。